マキタミの地まで来ましたけれども、道が混んでて5時間もかかっちゃいました。おかげでなんかイベントは終わってるかな、ちょっと行っています。ここが山北駅みたいです。これ JR 線だな。で、今日はなんか産業祭りもやってるみたいで、ただすっかり人はいません。すっかり後片付けしてます。あ、まあ、正面に蒸気機関車がありました。じゃあ豆残りは持ってくる。これが今日なんかしていた D52 です。保存状態はいいな。コンプレッサーを使って動かしてたみたいで、上の方にコンプレッサーが乗ってるね。でもすっかりイベントは終わってます。まあ見れたからいいか。こういうことやったらしいです。ただ時刻はもう今は4時です。ここにご挨拶書いてますね。ということで来るだけは来ました。まあ仕方ないかな。山北駅に電車が到着です。通過だ。